冷たい雨の土日になりました。今日午後になって大阪では晴れ間も戻ってきましたが、雨雲の様子を見てみますと、この時間も近畿の北部では雨が降ったり止んだりの天気が続いています。今日の天気図です。朝まで広い範囲で雨を降らせた低気圧は東へ離れていっていますが、今日は北風が吹きまして、日本海から湿った空気が流れ込む北部では雨や雪が降ったり止んだりが続いています。 明日にかけては風向きが西風に変わりまして北部でも天気が一旦持ち直す見込みなんですが明日の午後はまた北から低気圧から伸びる気圧の谷、この通過の伴いまして近畿地方、また天気の崩れるところがありそうですではそののの天気の移りり変わり明日の朝時時から時間を進めていきます。 日中はオレンジ色、北部も含めて晴れる時間がありそうなんですがあすの夕方以降はまた西から雨雲や雪雲が近づいてきまして近畿の中部や南部でもにわか雨やにわか雪のところがありそうですでででです。すは、はのの天気北部では夕方以降、広い範囲で再び傘の出番となりそうです。 中部と南部も晴れ間はありますが、夜になりますと雨や雪の降るところがありそうですので、帰りが夜になるという方は折りたたみ傘を持っておくと良さそうです。明日の予想気温です。朝の冷え込みは明日も弱いですが、日中の最高気温12、3度くらい、こちらも平年に比べると高めで、日差しが届くと少しホッとできる陽気となりそうです。ただ、あさって火曜日からは寒波がやってきます。 二十四日の水曜日を中心に、強い寒気が流れ込んできまして、北部では警報級の大雪になる恐れがあります。気温を見てみましても、大阪最低気温は零度くらい、日中の最高気温でも五度くらいまでしか上がらないということで、大寒のこの時期らしい厳しい寒さが待っています。これからの一週間は、万全な寒さ対策をお願いします。